ザ・コーヒーショップの YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ザ・コーヒーショップの萩原です。今日はザ・コーヒーショップとアントニックのコラボレーション企画の第3弾をお届けしたいと思います。今回のコラボ企画ですね、我々ザ・コーヒーショップスペシャルティーコーヒーの専門家と、あとはジントニック専門店アントニックさんのバーテンダー本田さん、お酒の専門家とのコラボレーションで究極のコーヒーカクテルを作ろうというコンセプトの企画になっております。先日公開されました動画の第1弾では、コーヒー豆を一緒に我々のローストワークスで本田さんと一緒に選ぶ動画を公開させていただきました。で、第2弾では、究極のエスプレッソジントニック、もう最高でしたを入れていただきました。で、今回は第3弾ということで、実際に選んでもらったコーヒーを使って、もうゼロベースでオリジナルカクテルを作っていただこうと思っておりますので、本田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回同様なんですけれども、私萩原はほぼお酒が飲めないということで、ザ・コーヒーショップ一のお酒好き桃崎くんにも来ていただいております。よろしくお願いします。で、今回 そのオリジナルカクテルはアルコールありとなしバージョンも今回も作っていただけるということで、はい、もちろんご用意しております。嬉しいですね。で、こちらの、今日ご紹介するカクテルは3月18日から、こちらのアントニックさんの姉妹店のビープで提供いただくということになりますので、視聴者の皆さんもぜひ楽しみに見ていただいたらと思っております。では本田さん、早速よろしくお願いします。はい、お願いします。オリジナルカクテルの方は、はい、お豆は何にしていただいたんでしたでしょうか。豆は ニカラグアです、ね、ニカラグアの、リモンシージョナチュラルですね。ですね、はい、なんか本田さんがもともと働いてらっしゃったコーヒー屋さん で、もう同じ豆を使ってたらしくて、結構思い入れがあるというか。そうなんですよね。好きな豆を選んでいただいたそうでございます。前回の動画ではエスプレッソジントニックを入れていただきましたけど、もう本当にバリスタ経験のあるバーテンダー本田さんじゃないと作れないようなクオリティのジントニックだったよね。いや、めっちゃ美味しかったですね。めっちゃ美味しかった。見てない方はぜひそちらの動画も見ていただきたいんですけれども、ぜひぜひ。エスプレッソにもジントニックにも両方の専門家を兼ね備えてるっていうところで、多分他のお店では作れないようなカクテルだったよね。そうだね。口の中でこう、味わえるみたいな。そう、そんな感じがあったんで、オリジナルカクテルの方も超楽しみですね。いや、楽しみですね。こっちの方も抽出はプリズモで、そうです、プリズモでエスプレッソ抽出をしました。エスプレッソ抽出のレシピは前回と同じですか。そうですね。豆が 20g のお湯が 50g、 1分浸しでプレス。そうです。結構これも瞑想したというか、いろんな試行錯誤をして、やっぱりエスプレッソ抽出に戻ってきたっていう感じです。へえ。最初はその冷たい水で、はい、エアロプレスで冷たい水で浸水時間を長くして、濃い水出しみたいなものを作ったんですけど、まあちょっとそれじゃ違うなってなって、やっぱりこうもっと濃くエスプレッソでっていう形になりました。なるほど。やっぱりこの抽出方法って素材のポテンシャルが全部出る感じが、そうですね、フレーバーも甘さも質感も全部出る感じがありますもんね。それが良かったですね。やっぱり香りの凝縮感が全然違いますね。確かに水出しだとどうしてもそのあたりの印象は、まあ、弱くと言いますか、うん、柔らかい感じに、ね、なりますもんね。なんか可愛いグラスが出てきましたね。ゴブレットステそれは今何をしてるんですか。これはスノースタイルというカクテルの技法の一つなんですけど、はい、今回はちょっとスノースタイルで見たことある。そう、グラスの縁についてるやつです。ついてるやつだ。わあ、素敵ですね。なんかこんな男ばっかりでいただくのが申し訳ないよ。もうすでに見た目が美しい、可愛らしい見た目。今回もお先アルコールの方からお作りします、はい、お酒としては何が入るんですか。お酒としてはさっきと同様にジンを使ってるんですけど、はい、今回は全く香りが違うものをご用意してあります。前回のエスプレッソジントニックの時は割と柑橘系が印象的なお豆のコーヒーでしたけど、今回はいろんなお花とかを使ってフローラルなタイプ、中でもバラに注目して作ってます。バラ、へえ。今まず入れるのはストロベリーシロップですか。そうです。
これは隠し味的な要素もあるんですけども、へ、まあ、甘みの補填と、あと中目黒の桜は時期に、なるほど、中目黒といえばストロベリー、なるほど、桜の季節みたいな印象があるので、やっぱり提供いただく時期ももう春真っ盛りな感じで、そうですね、真っ赤な時期なので、お花見した後にここに来て最高だね、飲むカクテル最高ですね、最高だね、それな。あ、ジン自体、あ、そういうことじゃないか、ジンは透明な、もうグラスの中で材料を重ねていくんですね。そうですね、混ぜてから作り方にしてます。今回 の、 そのコーヒー豆はニカラグアの豆を選んでくださったんですけど、はい、もう豆を選んだ時点でなんとなくもうイメージはできてるんですか？はい、実は結構豆を選んだ時は僕が好きな豆だったので、ちょっとこれにしたいって思いましたけど、ね、あ、なるほど、はい、じゃ豆が決まったのところに他を合わせてた感じの作り方、ね、そうです、やっぱコーヒー主体でっていう感じです。それはでもそれはそれですごい嬉しいよね。ね、嬉しいですよね。それもやっぱりでもバーテンダーとバリスタ両方の顔を持ってるからこそできる組み立て方だよね、きっと。タイムはそれソーダアップ。そうです、ソーダ、ソーダで。わあ、アルコールが入ってる。わー、ローズインブルームという名前をつけました。ローズインブルーム、はい、素敵。いや、もう見た目が可愛いですね。めっちゃ素敵。いただきます、はい、あ、さっきと全然違う。全然違う。しかもニカラグアの感じめっちゃあります。へー、コーヒーのなんかミルクチョコレートみたいな感じとか、うんうん、結構ニカラグアのコーヒーがあるんですけど、うん、さっきと全然ジンも確かにお花っぽい印象のあるジンの味がして、でさっきおっしゃってたように、こう後からこうイチゴの香りが鼻からこう抜けていくような感じで、へえ、隠し味なような感じで味わえる。あ、これ面白いですね。へえ、これも本当にこう口に入れた時から一口目からこう最後までどんどんこう重なっていくように味わいが変わっていくような印象があります。名前も結構いろいろ考えて作って、うんうん、まず今回使うジン、ノンアルコールのジンにもアルコールが入ってるジンにもバラが使われている、バラローズ、うんうん、まあ、ブルームっていうのは咲く満開とか意味があって、はい、まあ、満開の時期に提供するので、うんうん、その意味もあるんですけど、ブルームって調べてみたらそコーヒー用語でもあって、うんうんうん、あのドリップコーヒーを抽出するときに蒸らすんですけど、そこが豆が膨らむことの様子、香りが広がる様子をブルームという言いますね。言いますよね、はい、それでローズインブルーム、満開のバラ。なるほど、洒落てるコーヒーとジンが主役なので、名前をそこに詰め込んで、ギュッと詰め込んで、なんかジンなんですけど、うん、ホワイトラムみたいな感じの印象もなんかあるのかなって。これがなんかニカラグアから来てるのか、あ、確かに混ざってるからこそなのか。なるほどね。これちなみにこの、スノースタイルでつけている、はい、この周りのピンク色のこれは何？何？これはストロベリーパウダーになります。へえ、いちごの粉末。そうです、粉末、ドライにして粉末にしてる状態になります。しゃべってるなぁ。じゃあ僕の分もノンアルコールで作っていただけるということで、はい、お願いします。お願いします。個人的な質問なんですけど、はい、なんか今回はもうコーヒーが決まってるっていうのがあったと思うんですけど、オリジナルのカクテルを作るときにどういう順序で組み立てていくのかなっていうのはすごい気になります。そうですね、今回の場合は最初にコーヒーを決めて、うん、ジンを決めて、まあ、ゼロベースだったので、まずそのどんなスタイルでやろうかっていうところから始まって、やっぱり最初にその先ほど言ったようにエアロプレスで冷たい水で抽出ところから始まったんですけど、うん、やっぱりどうしても水っぽいというかカクテルの仕上がりが、うん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 、そこでちょっと
エスプレッソの方に入れ替えて味を組み立てていったっていう感じです。なるほど。ショートスタイル度数が高いカクテルよりもロングカクテルに近い感じで、そうなんです。度数も気にせずも、確かにアルコールが強いとやっぱり飲む人も選ぶところはあるんですけど、でもそれでもやっぱり味の凝縮感っていうのが出したかったので、こういう仕上がりになってます。へえ、なるほどね。全部がちょうどよく味わいとしてそれやっぱりでもなんかあの自分の分野の話で恐縮なんですけど、はい、あのブレンドコーヒーを作る時のやっぱり考え方にもちょっと通じるところがあって、うん、なんかやっぱこう主役の豆を決めてそれのサポートするような役割を選んでいくっていう作り方っていうのは割とあのブレンド作る時にもしたりするので、うん、なんかその共通点がちょっとあるなっていうふうにはバーテンダーとそのロースターの仕事の共通点がありそうだなっていうのはちょっと思いましたね、うん、結構あると思いますね、うん、ベースをまず決めるっていうところ、うん、あとは全体のコンセプトを決めるっていうところ で、多分春とか、うん、そのフローラルとか華やかさみたいなところをあの決めてカクテルを補正していってくれたと思うんですけど、 それもやっぱり僕が毎月作ってるマンスリーのブレンドとか、あのそういう作業にもなんかやっぱり似てるなっていうふうにはちょっと思いましたね。面白いですね。なんか違う仕事の人、ね、面白いよね。なんか少なからず似てるところはあるんだな、うん、まあそうだよね。やっぱりその美味しいものを最終的に作ってあの表現をするっていうところは、まあまあ、表現っていうとちょっと言い過ぎかもしれないけど、ゴールは同じですもんね、まあ、そうだね。美味しいって感動してもらいたいっていうところを目指してやってるっていう意味ではやっぱりすごく通じるものはありますよね。いや美味しいな。めちゃめちゃ進んでるじゃん。ほんとそれくらい美味しいです。へえ。それがノンアルコールジンなんですね。ネマというジンで。ネマ。これを朝岡ローズっていうバラの農家さんが作ってるジンで、監修されてるのが横浜のバーテンダーさんが監修されてる。へえ。じゃあそのバラ農園が本業というか。バーテンダーなんですけど監修してるっていう感じで、はいはいはい、バラ農園の方また別の方がいるんですよ。すごい。ジンって本当にいろんな材料で作られてるんですね。そうなんです。バラを使っても作れる。なんかジンって幅広くて面白いですよね。ね、全然知らなかったけど、それこそ最近エシカルジンみたいなのすごい流行ってますか、はい、うん、結構やっぱりその素材が自由な分どんな素材を使ってもいいので、うんうん、サステナブル的な観点から使われなくなってしまった素材とか、余ってしまった素材から作るジンもあったりします。なんかそれこそコーヒーカスから作ってるジンとかもあるみたいな話を聞いたことがあって、じゃあジン自体がそもそもコーヒーの香りとかするそうです、ね、あ、そういうのもあるんだ。なんか面白いな。へえ、ジン面白いな。コーヒーと同じぐらい沼な世界ですよね。確かに確かに。お酒飲める人だったらちょっとやばかったかも、うん、確かにいや、もう多いですね。やっぱりコーヒーも好きでお酒も好きなんで。そうですよね、うん、やっぱ嗜好品の世界で ね、通じるところはありますよね。まだ僕はこう単純に楽しみたいので、うん、あんまりこう深く知らずに飲んだ方がいいのかなと思いつつ、ね、うん、知りたいなっていう気持ちもありつつ、やっぱ入りすぎると目線が変わってくるから。そうなんですよ。いやでもそういう意味ではだから、うん、両方踏み込んでる本田さんと。いや、すごいですよね。気づいたら両方やってた。両方やってた。面白いと思いながらいろいろやってたらこんな。そうだよね。やっぱでもだから美味しいものとか、うん、そういうところに対しての好奇心がすごくある。探求心と好奇心があるんでしょうね。いや、見習います。本当ですよ。出来上がってきましたね。いや、嬉しい。楽しみだな。もう見た目は本当に分かんないですよね。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ローズインブルームです。いや、こちらのジンを使って作っていただいています。じゃあいただきます。いただきます。うん、すごい。フローラルが、あ、美味しい。
確かに。ああなるほどね。ニカラグアですね。すごくいますよね。いる。あすごいニカラグアだわ。甘みも苦みもどっちもフローラルさも持ってるよ。うまっ。あめっちゃ美味しい。やっぱりその最初の印象はフローラルな印象とか上にかかってるこのストロベリーの感じが鼻先に来るんだけれども、飲んだ時のその飲んだ時も鼻に抜ける印象はすごくフローラルで華やかな感じがあるんだけど、舌の上で感じる印象はニカラグアなのよ。ニカラグアのちょっとやっぱチョコレート感もあるし、あのちょっとブラウンシュガーっぽい感じもあるし、コーヒーらしい苦みもあるし、なんかこの鼻は鼻でフローラルがいて口は口でコーヒー感があるっていう、なんかすごい一口ですごいいろんなフレーバーを感じる。広がりますよね。広がる。え、何これ超うまいんだけど。本当にこのニカラグアのコーヒーに合わせていろいろこう作ってくださったんだなっていう、うん、美味しい。いや美味しい。あとニカラグアの実はちょっとリンゴ感も出てるよね、うん、アップルな印象が出てて、うん、そこがあのストロベリーとも相まってより複雑な果実味を生んでる印象があります、ね、うわこれめっちゃ美味しいな。やっぱりアルコール飲める人もアルコールダメ飲まない人も、うん、どちらも同じように飲みも楽しんでほしいので、どっちも覚えてきたんです。現にこうお酒飲めない人とお酒好きな人でもこう、うんね、一緒にこの美味しさを共有できるというか、そう、ね、そう、それこそなんか飲み会とか行くと、うん、僕ずっと基本ウーロン茶飲んでるんですよ、うん、ずっとウーロン茶だけ飲んでて、そもそれこそバーに行く機会なんてまあないんですけど、なんかこういうタイミングであの僕らが使ってるコーヒーを使ってカクテル、それもノンアルコールとアルコールが入ってるカクテル作ってもらったことで、なんかすごくあの嬉しいです。あのバーを楽しむっていう経験がやっとできたっていうか、それがすごく僕は嬉しくて、ありがとうございます。はい、こちらのカクテルも、3月18日から、はい、こちらのアントニックさんの隣にありますビープさんで、提供していただけるということですね。こちらはお値段はおいくらで出していただけるんですか？こちらは1600円で1600円します。ぜひ皆さん、はい、この感動を味わっていただきたいと思います、実際の販売期間だったりとかそういった情報はアントニックさん、ビープさんのSNS、インスタグラム等で発信してくれると思いますので、そちらをぜひチェックしてみてください。ということで今回は、コーヒー豆選びから、エスプレッソジントニックと、はい、こちらの、ローズインブルーム作っていただきましたが、はい、どうでしたか？やってみてめちゃめちゃ楽しかったなっていうのが率直な感想よかったです。やっぱりそのお酒もいろんな種類もあるし、うん、コーヒーもたくさん種類あるので、うん、そこのやっぱり一番ベストなマッチングなんだろうって考えるのがすごい楽しかったです。やっぱ思い通りにいかない抽選方法もあったりするので、うん、すごい勉強になりました。いやその果てにね、こんな美味しい作品を作っていただいて本当に僕らも嬉しいですね。嬉しいですね、はい、ということで今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、いろいろとご一緒できたら嬉しいと思います。はい、動画ご覧の皆さんもぜひ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。さよなら。